はい、それでは関西大学書道部、田中達也教頭先生です。本日よろしくお願いいたします。子どもたちがやっぱりこう大人の評価ではなくて彼らがやっぱり主人公だと思いますので、彼らが頑張れたとか楽しくお話ができたっていう風なところがまず先生面接であれば次にこう心が動くような気がするんですけど、そうですね、実は先ほどもね北先生と話してたんですけども、うちが9月今年ちょっと面接早めています。9月13日からということで、ただ実際のというかペーパーと行動関数がそこから9月13日に来ていただいた方からしたら1ヶ月後になるんですよね。で、うちは本当に今年は一部の学校さん以外でからでいうと本当に最高発祭なので、お子さんのモチベーションという点でいうとね、とても申し訳ないなっていうのがあるんですよね。もし他の学校、10月頭に全部固まってますから、洛南さんや立命さんは9月ですし、それでいうと面接をちょっと早めたのも、早い時期に学校にお子さん、特に保護者の方ともかくお子さんにまず来ていただいて、この学校来たいなっていうのはやっぱりぜひ持っていただけたらなというようなこともあるので、面接ではそういう点でいうと先ほどあった西館大学棟の方で行うんですけどね、パターンとしては面接応接室で待っていただきます。で、私の方がコンコン失礼しますということでどうぞっていうことでお迎えに行きます。で、ちょうど応接出ますとね、廊下からもうすぐのところに面接会場あるんですけどもちょうど反対側というか出口のところに、うちの初等部の2階が廊下が見えてるんですね。1年生2年生教室は見えませんけども廊下が見えていて、時間によっては子どもたちが移動していたり中休みで遊びに出るところなんかの場面もあるんですよね。で、必ず去年で言うとその場面どうぞって言って移動する間にちょっとこっち来てごらんって言って、ほらあそこ見れるでしょ、あれ初等部の教室廊下なんだよとかいう声かけをするんですが、それもやっぱり学校に対する親しみを持ってもらいたい、面接 のスタート前にリラックスさせてあげたいと思ってるんですけどもね、よしあしでうーんって言ってすごいリラックスできる子もいれば、いきなり話しかけられて余計にもうねちょっと悪かったなみたいな、ただする子しない子っていうのはやっぱりね不公平になりますので、去年も全員しましたが余計に引いてしまう子もいて、ちょっとそれは申し訳ないですけど、今もね初めてお会いしましたけども直接お話しさせてもらいましたけど、それぞれやっぱりねお子さんの個性タイプは違いますし、別にそういうことがあるからあんた覚悟しときやなんてそんなことは話していただかないんですけどもね、そういうことがあると、その時もね保護者の方も私こうちょっとおいでって言いますよね、その時にやっぱりすごく気を使われて早く行きなさいと、さっと呼ばれてるよあんた早く行きなさいって、それも何のことがわからないので何か面接に関係あることなんかなと心配されて早く行きなさい、それで余計にお子さんがね何よってなっちゃうこともやっぱ去年あったんですよね。てか自然体でそれは面接の会場に入ってもそうで、そんな、ね、私と一緒に入っていきます、言ったらガラッとこう開けたガラッとこういうとこでしたかね、入っていただいたら校長が座ってるか立ってるかしてますので、それはもう、子どもお子さんもそうなんですけども、皆様って緊張の場一瞬だと思うんですよね。とは当然そうなると思うんですけども、もう先ほどの中身で言うとそんなに何が来るんだろうっていうことなく、先に4つもう間違いなく4つだと思います。僕からしたらもうちょっとパターン変えてもええのになっていうぐらい、もう校長は全く同じパターンで聞いてましたから完全にもうお二人来ていただく場合はお父さんお母さんお父さんお母さんと4パターンというかその順番で聞いてましたし、ですので本当にもうリラックスというか、お子さんの真ん中にお子さんが座っておられますから、お子さんの雰囲気作りをしていただくと、当然やっぱりね子供も緊張してますし、その時にやっぱり頼るのは横のお父さんお母さんってなりますから、その時にやっぱりいつもと違うぞお父さんってなっちゃうと影響するっていうような感じが大きいので、はい、本当に親子面接ではあるんですけども、それは学校で違うと思うんですよね。やっぱりお母さんお父さんの話される内容について随分それを評価する学校もあるかと思うんですけども、うちはそういうパターンではないので、どんなことをお話しされるんだろうか、雰囲気はどうなんだろうか、親子関係どうなんだろうかということを知りたいなと
そんな15分でなかなかねそこは見えないところがあるんですけども、そんなことを考えてますのでと思ってますね。ただやはりあの15分といえども、あの日頃のこう信頼というか、もちろん信頼は皆さんおありなんですけれども、うんうん、はい、そのやっぱり通じ合っているものっていうのは醸し出されるような、やはり例えばあの今子どもさんやっぱ緊張しているので、お父さんお母さんがどうしても見てしまうんですけど、もういらっしゃるだけで大丈夫って思って、きちんとやっぱり向き合えるお子さんもいらっしゃると思うんですね、うん、ですからそのあたりは15分でも大切な、まあ、15分かなと非常に思います。そうですね、あのできっと普段何回も練習もされると思うんですよね。で当然例えば北先生がここに座っておられて、あのお子さんと親御さんがっていうパターンでは全然子どもたちも雰囲気がね違うと思います、感じ方も違うと思いますが、ただ例えばですけどもね、あの普段の練習ではあのすごくあのあとも厳しく、あとこうしやしって厳しく言って、家例えばお家帰られても今日はあそこはあかんかったやろあとこう厳しく言われ続けていて、面接会場当日にあの急にこう優しくなってもそのあたり子供たちには何だろうってなっちゃうと思うので、要するにお家やその幼児教室さんとかでね練習されるそのパターン、その雰囲気と同じ形があの日にもありっていうのはとても大事かなと思いますね。あの今日はお父さんも3人来ていただいてるので、いつもこれ私ね失礼と思いながら言うんですけども、やっぱり絶対にほぼ間違いなくあのお父さんの方が緊張されて話されることが多いんですよね。お母さんの方がどっしりされてることが多くって、あのそういうのはやっぱり子どもたちから見るとまあ当たり前だと思うんですよね。例えば普段幼児教室さんもそうでしょうし、幼稚園や保育園もね、お父さんが直接、それはまあいろんなパターンあると思いますけども、まあ、大体パターンで言うとお母さんがいろいろと先生方とやり取りすることが多いと思うので、ああいう場ってなかなかないと思うんですよね。ですからそれをやっぱりお子さんってすごい感じるってことがあるので、そんな普段と同じにしてくださいなんて難しいことだと思うんですけども、それは結構面接の場で大きいかなと。で我々もあの普段からこういう雰囲気で接することができておられるんだろうなっていうのを感じ取れたりとか、必ずじゃないんです、そんな先ほど言った15分ですから、あの3人の、ね、様子がご家庭の様子が分かるなんてそんなあの、ね、ことはないんですけども、ただそういうのを感じられることってのはとってもあの割と嬉しいですし、あいい感じやななんていうのであのプラス評価にしたいなということはやっぱありますね。やっぱりそうじゃないですかね、面接もこう時間を区切ってずっと続かれますので、あの、まあ、一組終わられましたと、でその時に割と校長先生と教頭先生が、うん、あこういうご評価かな みたいになさるんですか。そうですね、すいません立ち入ったこと聞いて、メモしてますので、あの必ず好評にメモずっとしてますので、あのどんな感じですかっていうのは短い間時間ですけどもやってますね。で大体それが大きく離れることはまあないですね。であの気づいた良かった点とか、うん、ってちょっと疑問に思った点っていうのは大体やっぱり似てますね、うん、でもしちょっと違った評価の時にはどの辺があの辺がっていうようなことで話をして、まあ、その場は短いですから、あの終わった例えば午前中終わりました、一旦またそれこそあの給食を食べながら話をしたりとかで全部終わりました、一日終わった後にもやっぱりそれは評価をもう一回再度調整し直すという感じでやってますね、はい、あのもうおっしゃっていただける範囲で構わないんですけど、その評価基準っていうか項目っていうんでしょうか、いくつぐらいのこう項目って明確にある？あの面接は例えばあの行動観察なんかはこう評価項目がさーっとあるんですね、細かいのが、でそれに一個一個こうなんかしてるんですけど、面接はその評価項目でやりながらここ丸とかね、まあ、ここちょっとあの三角やとかそういうことしてるわけじゃないんです。どっちかというとメモあの、まあ、その時書く場合と書かない場合ありますけども、あんまりね顔も見ずにガリガリと書いてたら絶対面接される側ってプレッシャーになるんだと思うので、まあそれでもこうちょこちょこ書きますけども、あのその面接あ面接メモをね残すのが面接では割とあの重要というか、あとの大きな資料になりますね。だから細かい例えばあの両親保護者の座り方どうやとかね、子供の座り方でそれを一回一回チェックするっていうパターンではないです、まあ、もちろん見ますけども、あのこの子はやっぱりその15分内ですごくあのきちっと座っていたとかいうのがあったらそれはもちろん必ずメモしますけども、まあ、そういう点では、まあ、態度面あの行動の面っていうことと話の内容っていうことがもちろんねあのあるんですけども、
という感じです。わかりました。はい、ただ、合格のための力の見方としては面接といつも先生おっしゃっていただいている引きの交差と行動というのがもう同じこうバランスといいますかということになります。そうですね。そうですね、はい、基本的にはもうどれが重視ということなく同じ1-1-1で見ています。ただ先ほど言いました、例えば面接ですごくこの辺が良かったとか行動観察でこうだった、ペーパーでも点数だけじゃなくて先ほど言いましたように行動面でいいところと、逆にやっぱりいつもこう常になんかこういうちょっとマイナス面の行動を見られたメモに残ったりしますので、それでその3つの争点が同じでも丸になったり残念な結果だったりというのはもちろんあるので、そういう点ではね、結果的にそのお子さんが面接が良かったがために合格になったということはもちろんあるかと思うんですけど、ね、基本的には1-1-1で見ています。わかりました。先ほど交差項目を少しもう一度挙げてくださったんですが、はい、電子黒板を昨年も一昨年もやはりご使用いただいているんですけれども、はい、大体今年も同じぐらいの 量というか項目になりますか。うん、そうですね、はい、時間的にもまあ45分ですし、電子黒板を使う頻度といいますか、はい、それも割合としては同じぐらいになる予定ですね。はい、どうしても昨年もそうなんですけど、もう子どもたち試験が終わった後、うん、一生懸命いろいろ難しかったことや、はい、できたことを話してくださるんですけど、はいはい、先生、電子黒板半分もあります？半分ぐらい。半分はないですね。ないですよね、やっぱり。ないですね。3分の1ぐらいですかね。多分電子黒板がすごく印象にみんな残っていて、そうですね、はい、そればっかり話してくださるんですよ。このようにこう消えましたとか、うん、内容じゃなくて消え方とか。そうですね。問題によっては、その一問の説明に電子黒板のパターンが何画面かあることもありますので、それはやっぱ子どもたちにとってはすごく印象に残るんだと思います。だから実際には1問分なんだけども、子どもたちにとっては3つも4つも出てきたからそう、ね、というのはあるかと思います。筆記の交差の時に大体テスターの先生は2名とか3名とか、少なくとも3名は必ずいます。はい、はい、あとはオープンスペースとか廊下にも1名2名っていますので、うん、結構な人数で見てますね。どうですか先生、電子黒板最近も最初からずっと使われてきまして、受験生の方ってそうい こう見方っていうのは最近のこう受験生の方がこう良くなってきたとか、なんか変化っていうのってございますか。もう関大書道部 のペーパーであれ使うというのはもうね、はい、皆さんも知っていただいているので、そういう点ではやっぱり初年度はね、はあっていう感じで保護者の方もそうなん使うって、もちろんね、それこそ先生方もまだね、どんな試験なんだってご存じない状況でしたので、はいはい、子供らは本当にもう食い入るように見て、それが逆に見すぎてそういう興味関心あるんだけども問題ないんだかなみたいなことはあったんですけども、最近はそれはもうないですね。もう落ち着いて、うん、初年度は今の問題何でしたみたいな、そんな質問する子が中にいたりしたんですけどもねそういうのは普通に本当にこうこれがあるんだっていうのはもう子どもたちも知ってるようですので、はい、あまりそこは問題ないかと思いますね。はい、で先ほど今年もやはりある程度の難易度の高い問題だとおっしゃってましたけれども、はいはい、やっぱりそういう時のこう私なんかは指導させていただいていて、やっぱりこう一生懸命一問でもぐっとこう粘り強く考えるっていうのはいいなっていつも思うんですけれども、そうですね、はい、実際に例えば最短15秒なんですね。本当にもうすぐ分かるだろうなという問題もあるんです。そういう問題はもう15秒ぐらいなんですね。でも長い問題になるともう2分3分1問に対して取ってるのもあります。特にその長い時間取ってる時っていうのは、試験官先の監督官が子どもたちどんな様子で見ているんだろうと、やっぱりもう明らかに難しい問題だったらもう、もう分からないどうしようってなっちゃう子もいれば、それこそじっくりってあれやこれやとこう考えてる子もいますので、それは実際の結果とは別に、ただそれも気をつけないとね、うんってこうしてるから必ず考えてるかというとそうでもなくてもうちょっと分からへんからこうぼーっとしてただけっていうのもね、やっぱりそれはあるんですけどもね、ただそういう場面としては見たいなと思ってますし、やっぱりそういうのも普段ね、実際に問題の中には5歳6歳のお子さんが答えなければいけないっていうものばっかりじゃないんですね。
当然、まあ、どれぐらい解いてくれるだろうっていう期待はありますけども、ですから普段も問題解くときに分からんとなったときに、それこそあの、まあ、教室の方でともかくお家の方でね、それこそお父さんお母さんがどんな言葉がけをね、そんなあのね千人のように達観してっていうのは絶対それは難しいというのはよくわかるね、私もそうだろうなと思うんですけども、その時にお子さんがこうちょっと粘れるか、あの我慢強くこう続けれるかっていうのは、そこはやっぱり大人の力、言葉かけの力って大きいのかなと思いますね。あとはまあちょっと細かいというか逆のことで、あの分かったっていう時にね、あのそれもお子さんのやっぱりタイプもあると思うんですけど、分かったっていう時にもうミスをしてしまうっていうね、もう早とちで、それこそうちで言ったらあの黒のクーピー青のクーピーとかありますけども、あもう分かった分かった、早したい早したい、じゃ あ, あの赤のクーピーでしますのもう聞けてない、早したい早したい、じゃあ始めるともう黒ピッと出してシュッシュッとやってしまうっていうのは、それもまあ普段見ていただいたらある程度あの、ね、それこそ個性というかいうのもあるかと思うんで、そこはあの中身だけじゃなくてそういうことは言葉かけもできる、にしていただけるのかなというのがありますね。